ンポポを使って瓶の中に入れます。そして飾り物を作るよ。今日はタンポポを使いますけどね、花いっぱいです。これはね、今日咲いた花、これは昨日咲いた花、これは3日前に咲いた花です。こんな風にね、花はどんどん変化していきますよ。咲き終わるとこんな風に枯れてしまいます。で、花びらが枯れると、実はこの花の塊はですね、こう下にこうだんだん寝ていくんですね。で、10日間くらい経つと、こうやって今起き上がっている途中です。で、これはあと2日くらいでぷーっと綿毛になりますよ。こういうものを今日は使います。じゃあ今からタンポポの綿毛をどんどん取っていくよ。大きくなりそうなの。それもいいね。それ起き上がってるよね。あ、これ大きい。うん、それよく伸びてるね。いいね。うん、じゃあ取って、これ選んだよ。今からボトルに入る大きさの茎を調整して切っていきます。私はこの辺かな。じゃあこんくらいでいいかな。こんな風になったらふわってやっても綺麗になると思います。この針金をタンポポの付け根まで刺していきます。届いた届いた。こんな感じかな。今から私も切っていくよ。入るとね、針金を、針金切ってください。はい、ここでいいです。で、ここはこう後で中でこういうふうにこうやって立つようにね。おほんたら立った。ほんたら立った。こんな感じかな。瓶に入ったよ。こんな風にあの瓶の中に入ったら蓋をしないで置いてください。すると1日でふーっと綿毛が開いていきますよ。開いたものがこんな感じ。こんな感じ。あ、綺麗だね。こんな感じです。